はい、こんにちは、プルメリ TV です。南国植物入門ということで、今回も、前回に引き続きエアプランツ、ティランディアのお話をしたいと思います。で、今回のテーマはね、ズバリ植え付けです。植え付けってティランディアなのに植え付けって思われる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、確かにね、後ろにこう流木に、たくさんこうエアプランツ、ティランディアをこうアレンジしてますけども、まあ、ティランディアの魅力っていうのは土がなくても育てられるということで、ちょっとねお家の中に土を入れるのはなーっていう方とか、まあ食卓の上でもね土を使わないのでクリーンに置けるっていうことで、まあ、ちょっとおしゃれな器に入れて楽しむっていうことが、まあ、一般的なのかなっていうふうに思います。ただねこう育てていっていろいろとね極めたいっていう方とか、植物本来の育ち方を見てみたいなっていう方、まあ、あとはもう少しじっくりと大きく育てたいっていうような方に関しては、まあ、植え付けっていう方法がね一番よく早く育ちます。で、一般的に着生って言って根っこをね出させてコンポストなり、まあ、例えば流木なり、コルクなりヘゴなりくっつけるっていう形で、まあ、吊るしてる方が多いかなっていうふうに思うんですけども、実はね植え付けっていう手段って結構有効なんですね。で、植え付けの時に使うとなるとやっぱ鉢が必ず必要になってくるんですけども、鉢もいろいろあります。まあ、一般的なプラスチックの鉢もありますし、まあ、こうやってねこれ日本では売ってないんですけども、もうほとんど穴みたいな鉢もあって、まあ、これバークとか入れてもボロボロ落ちちゃうので、まあなんて言うんだろう、ココナッツファイバーっていうのかな、ヤシの繊維をこう入れて、まあ、そこに着生させてこう吊り下げるというような形で使うことが多いです。これね日本では売ってないんですけど、うちは海外に行った時に結構買ってくるので、在庫は常時あります。欲しい方は来ていただければお分けできるので、まあ、いらっしゃった時のお声をおかけください。で、あとはねスリット鉢、これは2号のスリットです。でこれねあんまり2号とかちっちゃいやつ売ってないんですね。っていうのも1箱のロットが1000とかすごい量入ってるんで、なかなかちょっとお花屋さんでは1000在庫ずっと置いといてもいつ売れるか分かんないってこともあってあまり売ってないんですけど、うちちょっと植え付けに使ってるので、これ在庫があります。まあ水はけも良くてね、通気もいいのでスリット鉢っていうのも一つ、選択肢になるかと思います。で、あとはねこの素焼き鉢、三河園芸鉢っていう名前で売られてると思うんですけども、まあ、これもサイズがいっぱいありまして、これはね 2.5 号です。2.5 っていうと、まあ、1号3センチって覚えておくと、すごく簡単なんですけど、直径がね 7.5 センチのポットです。で、これね全体が素焼きで通気性がいいので、まあエアプランツの植え付けにはとても向いてます。まあ、使うんであれば一般的にはこのスリット鉢かこの三河園芸鉢って素焼き鉢ですね、この2つどちらかを使われるといいと思います。で、植え付けるとね、何がいいんだっていう話になるんですけども、まあ、一つは根っこが着生してぐらつかなくなるので、植物のね安定度が増して成長がこう素直にできるというのが一つ。それから、コンポスト、まあ後でお話ししますけど水はけの良いものを使うので、まあ水やりをした時に、ね、さーっと流れるような土を使って水を含ませることによって、まあ例えば普段こう飾っているとね夕方か夜かにこうシュシュッと2日に1回とか水やりすると思うんですけども、それよりもね濡れたコンポストからじわじわとこう水分が蒸発してくるので、ちょうど前回もお話ししたんですけど葉っぱの裏には気孔っていうのがあって、そこで呼吸したりとか栄養分を取り込んだりとか、まあ、するんですけども、まあ、葉っぱの裏にこうずっと常時こうほんのりと湿り気がいくことによって、気孔から水をね吸える時間が長くなります。なので、腐りやすい品種だけど実は水が好きっていうような品種とか、そういうのにはね鉢植えでこう着生させるっていうのが一番向いてるんですね。で、まあちょっとこの素焼き鉢武骨かもしれないですけど、この辺ペイントしたりとかちょっとねデコレーションしたりするとおしゃれに変わるので、まあ、この素焼き鉢安いですし使ってみるといいと思います。で、コンポストなんですけども、いろいろあります。で、これココナッツファイバーとかココナッツチップが入ってる、まあ、ココナッツ系の培地ですね。これもまあ水はけがいいんですけども、ちょっとね難点があって
一つあります。本当にいいやつ選ばないとものすごくね担任分だとかあとペーハーとかの問題もあって、ちょっと粗悪なものを買うとね、植物もエアプランツだけじゃなくて他のものでもそうなんですけど、逆にね育ちが悪くなります。下手すると枯れる場合もあるので、まあ、あのベラボンとかいろいろ売ってますけども、あの本当に信頼できるものを買うっていうことと、必ずねエアプランツ着生させるときにはしばらくアク抜きをやっぱり念のためした方がいいと思いますね。なので、まあ、使いやすい培地でもあるんですけども、初心者の方にはちょっとどうかなっていうふうに思います。それから次に、これ、まあ、よく使われるんですけどバークですね。あのバークもいろんな種類あって、アクが強いやつはね本当にあの水につけると茶色い汁がブワーッと出るぐらいのものもあるんですけど、そういうタンニンの多いものは成長阻害するので発根も阻害するかな。なので、おすすめなのは洋蘭の生産者が使ってるね、洋蘭バークの中でも、向山蘭園さんが出してる、モルバークっていうのがあります。それはねあの私もずっと洋蘭の専門家でもあったので洋蘭の生産者さんとお付き合いがあるんですけども、洋蘭の生産者さんなんかも使われてて非常にあの信頼できるものと、あとねネットで買えるので一番多分チランジアで作ってる方なんかもよく、使われてるかな、これパインバーク、ちょっと値段は張るんですけども、パゴナクラブっていうのをアマゾンとかで検索してくると4リットルのバークが出てくると思います。これあの4リットルで1200円ぐらいしますけど、ちょっとね普通のバークより値段高いんですけど、とにかくねアク抜きもきちんとできてて、あの pH も問題ないですし、とっても長持ちしてくれるので、まあ粗悪なバークだとねすぐボロボロになっちゃったりするんですけど、まあこれは本当あの安心して使えるものかなと思うので、まあ、ちょっとアマゾンで検索してみていただければと思います。で、一番初心者の方にねおすすめなのはねこれです。本当安い素材ですけど軽石、これはねあの本当水さーっと抜けてほんのりあの水は含んでくれるので、乾きも早いっていうことと、あのこの細かな多孔質なのでその中に入ったあの水がですねじわじわとこう蒸発していきながら、下からねエアプランツに24時間あのほんのり湿り気を供給してくれるということで、まあ、これを使うっていうのが、まあ、初心者の方におすすめかなと思います。でちょっとね今回はこれをあの軽石を使ってね植え付け方ご紹介したいと思います。はい、というわけでちょっと植え付けを、実演してみたいと思います。おさらいなんですけども、こちらがね、ココナッツバークとかココナッツチップって言われるものですけども、これはヤシからできてます。で、こちらがパインバークって言ってね、針葉樹の樹皮で作ったバークです。でこちらが軽石ということで、まあ、あの初心者の方にもおすすめなのはこの軽石、扱いやすいですしあのしっかり安定もあるので、これを今回使って植え付けたいと思います。ちょっとこれどけますね。で、まあ、こう素焼き鉢穴が開いているのでここにねさっき言ったあのココナッツファイバーとか入れてあげるとこの軽石が抜けなくなるので、まあ、そうじゃなければあのネットでも構わないですけども、ちょっと蓋をの、ね、ネットとかで砂が抜けないようにしてから、ここに軽石を入れていきます。で大体7分目ぐらいまでこうやって入れる感じですかね、こういう感じで入れといてもうちょっと入れてもいいかな、こんな感じでちょっとあらかたね土を入れておきます。で、コツはねこの真ん中をちょっとくぼましとくんですね、真ん中の方ちょっと根っこが出てたりするのでここをくぼまして植物が収まりが良くなるような感じでやっていくといいと思います。で、今回植え付けるのは、これイオナンタ、前回もご紹介したイオナンタの中でこれファットボーイという品種なんですね。ちょっとファットな感じで可愛らしい、コロンとした感じのものなんですけど、まあ、ちょっとあの海外でね輸入したものなんですけど、まあもともと根っこがこう少し根っこの名残が出てるんで、まあ、うまくこう真ん中くぼみを作ったところに収めてこう置いていきます。それでこのままだと安定が悪いので少しね、軽石を、足していくんですね、こう周りに。そうすると、安定するのでほんのちょっと、足していってあげて、収まるところに、置いてあげます。まあ、ちょっとこうトントンとするとね収まるんで、まあちょっとグラグラして不安かなって思ったりはするぐらいの方がいいかなと思います。あんまり深植えしちゃうとねずっと湿っちゃってねあの中が腐っていっちゃうんで、まあ、軽くちょんと置くような感じで、まあ、ちょっとくぼみの中に根っこのあたりあの株の付け根を落として軽くこうあの少しだけ盛り土をしてあげて安定させるという感じで大丈夫です。
であの意外とね素焼き鉢こうやって見ると悪くないですよね。あの木目調の棚とかに置いてあげてもナチュラルな感じでいいと思うので、まあ、これがね一番あの鉢植えで育てる時には初心者の方でも失敗しづらいやり方かなと思います。でうちはあのプルメリアでも使っているレアアースって言ってね、あの腐植酸だとか発根促進系のものをこうブレンドした発根剤の粒状のものがあるので、軽石にあのレアアースを 5% ぐらい混ぜてあげると、非常に、発根とか活着が早くなります。なのでまあ興味のある方、試してみていただければと思います。であとはねここにね水やりをするわけですけど、通常に水をかけて、あとコンポストにも、水をかけてあげることを忘れないでください。で、コンポストが湿ってないと、なかなかね、発根しないです。軽石のいいところは上げすぎてもさっと流れるので、本当にね根腐れをするってことがないですね。例えばこのバークこっちなんかはね、水含むと結構含みのいいやつだとなかなか乾かなかったりするんですけど、軽石は多孔質なので中に水も閉じ込めますけど揮発も早いので、非常に、おすすめです。で、あとはね、鉢植えのメリットとしては、例えばこの前お話しした、カクティコラ、これですけど、これね、ここの間に水をためると一発で腐るっていうか、蒸れやすい品種なんですけども、実はね、この品種、蒸れるからといってあげないと、葉っぱがね、もう管状にストローみたいにグリングリンに丸くなっちゃうんですね。意外とね水は好きなんですけど、溜めると腐るっていう品種の場合にも、まあ、この植え付けって有効で、ちょっとこれだとちっちゃいのでもう少し大きめのこんな鉢に軽石を引いてあげて、下を湿らして、軽石を湿らすことによって下からこう絶えず、湿度をね程よい湿度を与えることによってものすごくよく成長します。なので、こういうカクティコラとかね、あとはねよく人気のものだとテクトラムって言って、白い粉雪のような、トリコームが魅力のね、テクトラム、これもね水やりすぎると腐っちゃうんですね。で結構失敗された方多いかと思うんですけども、水をねギリギリまで上げていくとトリコームがだんだん少なくなって緑色っぽい硬い葉っぱになってきます。なのでテクトラムを美しく育てる場合もこの軽石の上にポンと置いてあげて、軽石も湿らせながら軽石から水分補給をしてあげるっていうような感じにすると、よく育ってくれるかと思います。なので、まあ、なかなかね馴染みがない、育て方だとは思うんですけども、鉢植えで育ててみるというようなこともチャレンジされてはいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、今回はねこう鉢植えで育てるティランジアということで、鉢植えにするメリットと、それから鉢植えの仕方、それからコンポストについてお話ししました。意外とねこうやって見るといいでしょ、これ自画自賛みたいなんですけど、これね本当ね育てるのにはすごくいい方法なので、まあ、じっくりとしっかりと作り込みたいっていう方、ぜひ素焼き鉢と、軽石、まあ、できれば少しレアアースをね 5% ぐらい足していただいて、まあ、それで、鉢植え栽培を楽しんでみるといいかと思います。これね実は洋ランでも使っているので、素焼き鉢専用の、ね、フックってあるんですね。こう釣れるようになってる。で洋ラン用のフックで素焼き鉢用っていうのを調べるとネットでいっぱい出てきますので、まあ、それで吊るすこともできるのもまあ魅力かなというふうに思います。まあ、こう棚に置いてねナチュラルな感じを棚に置いても随分調和しますし、ちょっと場所がないって方はこれを釣ることもできますので、ぜひ鉢植え栽培あまり馴染みはないかもしれませんけど、試してみていただくといいかと思います。ではまた次回の放映を楽しみにしてください。